皆さんこんにちは。DS1 なんですけどね、スタビライザーですね。なんか微妙に置き方によってこの振動になるのもちょっと気にはなってるんですけども、おっと触るとまずいね。今これ結構ねダイナミックバランスは合わせたつもりなんですよ。この間じゃなくてね、この間はここに横着かましてね、あの左右できるスライダーね、あのこういう、なんていうんですかね、マクロ撮影用のスライダーで左右だけはもう乗っけたまま合わせようと思ったんですけど、今回は付属のプレートでね、あのこの左右の位置、要はこのノブ、このノブの範囲内で調整できるところに置くようにしまして、でまあダイナミックバランスね、ほぼ取れてるのかな、まあどこ置いても止まるような形ならいいっていうことなんで、これでちょっとは取れてるんじゃないかなと思ってます。で、あのいろいろねこういうスタビライザーについて、これでキャリブレーションですね、書いてあるの読んでて、ですね、持ち方なんですけどね、これちょっとこう斜めにした方がいいみたいなんですよね、手を。でこれまあフォローモードなんで、今あの手首傾けちゃうと傾いちゃうんですけども、実際にはですねこれで、ロックモードにしまして、でこんな感じでね、でこんな感じで持っていきゃいいんじゃないのかなって、こういう感じで、あのフォローじゃないからあれなんだな。おー下行っちゃった、下行っちゃうと困るんだよな。これ一旦切ってここで合わせて、こういう感じでね、ここでキャリブレーションかければいいのかな。おお、そうですね、この形でキャリブレーションかければ結構いい感じでフォローモードでも、水平は水平なぞったまま行ってくれるんじゃないかなと。でこういう形でね、なんでのハンドルを斜めにしたまま、持ってちょっと試してみたいと思ってます。はい、一旦止めとこうかな。よっ。よいしょ。こうだね。ここがね、ギリギリなんですよね。で、なんていうんですか、パクさんっていう方教えてくださったのは、もうこのアイピース外しちゃうっちゅうんだけど、FZ1000 の外し方よくわかんないんだよね。またつけられないと嫌なんで、とりあえずつけたままやってますけどね。これ、角度によっては、こうなんていうのかな、チルトした時に当たっちゃうんでね、ここがそれでモーターに負荷かかっちゃうのかな。で、まあ、今電源切ったんですけど、なぜ切ったかっていうと、この間までねこういう持ち方してたんですよ。わかります？こういう持ち方、これブリーフケースモードっていうんですけど、これだと上下の振動をね吸収できないと。これでもある程度こう斜めにしてるとね、あの吸収できたのかもしれないんですよね。あの要は甲の回転でね、甲の回転でこの縦揺れが吸収できたのかもしれなかったんだけども、まっすぐこう横着構えて吊り下げてたもんだから、もろに画面に縦揺れが入ってたような。で今日はこうじゃなくて、よいしょ、まあこういうね整列モードで、これちょっとねこうしたままの形でね、どういう風に映るかやってみようと思ってます。結構ね手に力いるんだよね、これでやろうとすると、こういう形になるんで結構しんどいんですけどね。さてさてどうなるでしょうか。こういう風に整列で持つのが原則なんですよね、多分これ。でできるだけ肘で吸収してやらないといけないんでしょうけどね、縦揺れの分はね。さっきまでの分は残念ながら、少しね露光が明るすぎたように思います。カメラ側の OIS 切った状態、少しねハンドルは斜めにしてますけど、なかなかやっぱ難しいですね。まだまだちょっと扱い方慣れてませんね。画面が斜めになったままね、キャリブレートしちゃってるような気がします。はい、どんなもんですかね。
かもしれないね。